い。そんな、どうして、信じられません。オクタビア様。行かれてしまいましたね。皆様はサグディードという名の塔をご存知でしょうか。ええ、その名を聞いたことはあります。そこで橋の制御が行われているということも。リン様、橋の制御ってどういうことですか。それにサグディードっていう言葉、さっきも確か出てきましたよね。つまり一心同体だからってことででしょうか。でも制御って一体どうやって。あの、何かわからないことがありましたら私からも説明いたしますが。いえ、大丈夫です。すいませんでした、こそこそと話してて。お気になさらず。そう、確か橋の制御をどうやって行うのかというご質問でしたわよね。はい。実は現在の我が国の技術では不可能な方法でもってその橋は制御されているのです。不可能ってどういうことですか。つまりは人外の力によって。人外の力。サグディードとは大陸の境界たる橋、塔を表し、そしてそれらの源たる力を表す言葉なのです。この世界において人外の力とは全てガーディアという形状をとって我々に与えられております。そのサグディードの力も例外ではありません。それは少なくともロアフィーナに滑られし力ではありません。ではまさかボルスタッドに滑られし力では。いえ、そうでないことは確実に言えます。ただそのどちらにも属さないものということしか今はまだ分かっていないのですが。しかし、それによって橋が制御されていたとは。実は、その橋も塔もロアーナの建国以前からあったものなのです。もちろん途中で補強工事などはいたしましたが、基本部分はずっとあのまま。かつての人々がどのような技術を持っていたのかは今となってはわかりませんが、私どもはそれを英知の力と呼んでおります。サグディード、古来より教会を守り続けてきたものですが、その意志がどこにあるのかは誰にもわからぬこと。あるいは遺族の手に渡ったところで力は力として発揮されるのかもしれません。ほぼ間違いなく。どうしてそんなことに。すべては私のせいです。ですから私はそれを取り戻さなくてはならないのです。こうなった以上何としてでも。
ボルドをさらなるロアーナ領の奥へと誘わないためにも、私は己の力を尽くさなければなりません。たとえ己の命を落としてでも。陛下、それはまさか。聖騎士としての権限を持つあなた方に頼みます。どうか私と共にその塔へと行ってくださらないでしょうか。我々が騎士である以上、その地に赴くことは当然のことです。しかし陛下、あなたまで一緒に行くなどということは。いいえ、行かせてください。お願いです。まだはっきりとした証拠など何もないというのにですか。確証なら私の心の中にあります。確かに国境警備隊に偵察に赴かせてからことを起こした方が良いのかもしれません。ですがその結果を待っているだけではあまりに不安があります。その時間すら果たしてあるかどうか。しかし、さすがに全軍を出動させるようなことは、いくら私に軍の指揮権があるとは言っても無理に近いことです。それにそうしてしまえば、今度はアムルの治安が危ぶまれます。ですから本当に申し訳ないのですが、詳しい事情がわかるまではあなた方にのみ進軍していただきたいのです。了解いたしました。陛下、それだけ我が団に信用を置いてくださっていると考えてよろしいのでしょうか。もちろんです。光栄です、陛下。おそらくいろいろとご迷惑をかけてしまうかとは思いますが、足手まといとならないよう努力はいたしますので、よろしくお願いいたします。陛下がそのようなものになるわけなどありませんが、ですがもしそのお命が敵の狂人により失われてしまったらと思うと。そうなれば再び神により神王が選ばれるまでです。王族なら他にもおります。その中に私より王にふさわしい者も数多くいることでしょう。ですからお気になさらず。おそらく私は玉座に座っているよりは戦いに身をやつした方がより力を発揮できると思います。御意。具体的なお話をいたしましょうか。これから進軍するにあたっての、これはレシーナ大陸の地図となります。サグディードの塔はアムルの北東、国境近くにあります。いや、それは無理だろう。塔への直接の道は確か切り開かれていないはずだ。ええ、街道はございませんし、未知の魔物が数多く出るという話ですので、それはおやめになられた方がよろしいです。とりあえずマナフの町に行きたいところだな。そこに至るための街道はいくつかございますが。しかしそれでは敵にこちらの動きをすぐに知らしめることとなります。できる限りそれは伏せておいた方が良いのではないかと思いますが。そうだな。となるとジャヒーの森を抜けていくか。ジャヒーの森、なんだか不可思議な噂があるところですよね。神の力により支配されているという話を聞いたことがありますが。しかしこのルートならば秘密裏に動ける。多少の危険は承知の上だ。マナフには砦がありますわ。
もしもこちらの予想外にボルドの進軍が早かったとしても、なんとか対処はできるかと思います。それに砦には警備隊が駐屯しております。万が一の時は合流することも可能でしょう。ええ。ではひとまずはマナフを目指すためジャヒーの森を抜けていくということですよね。ええ。ルフィーナとおっしゃいましたかしら。あなたも私たちについてきてはくださらないでしょうか。ついていく？でも私戦うことなんて全然できませんよ。もちろんですわ。そうさせるつもりなどありません。ただ安全なところまでで構わないので一緒に来ていただきたいのです。もしもあなたが神の言葉を我々に伝えているのだとしたら、私は常にあなたの言葉に耳を傾けねばなりません。そうね、私の言うことなんて大したものでは。ユリシア様がわざわざお聞きになられるようなものなんかじゃとても。少なくともあの時のあなたの言葉は予言と呼ぶにふさわしく、あなたの姿は預言者と呼ぶにふさわしいように私には思えました。ちょっとそれが自分ではよくわからないんですけど。兄様、私一緒について行ってもいいんですか。私は少しでも皆さんのお役に立てるんだとしたらそうしたいと思いますけど。はい。では来ていただけますのね。ありがとうございます。いえ、ただ本当にお役に立てるかどうかはちょっとわかりませんけれども。構いませんわ。本当に来ていただけるだけで十分なのですから。他の騎士の方々にこのことは私の口から直接申し上げますわ。でもこれでひとまずの道はできましたわ。あとは進むのみ。あの忌まわしき獅子の軍旗に春綿跡を渡らせることだけは、我が領土に踏み入らせることだけは私は決してさせはしない。